ご尊顔を拝し超越至極。ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今回はガモウジ里の解説をやっていくぜ。名前は聞いたことがある人物ね。ガモウジ里は文武両道に優れ、器量人と呼ばれた人物だ。信長、秀吉の実親となり、最終的には会津92万石を与えられた。あまりの優秀さから、氏里の最後は毒殺であると言われるほどだぜ。とても優秀な人物だったのね。そしてこちらが2023年10月現在、信長の野望最新作、新生におけるガモウジ里の能力値だ。すべての能力値が80以上、文武に優れた器量人、というのは能力値にも現れているわね。動画の最後にもう一度この能力値を表示する。氏里の評価が上がるのか下がるのか、ぜひとも最後まで見ていってほしいぜ。それでは、ゆっくりしていってね。ガモウジ里は弘治2年、1556年、近江の国日野で生まれた。母は六角氏の重臣、後藤方豊の息女であった。父である方秀は、永禄11年、1568年9月以降、近江に侵攻してきた織田信長に従属した。これにより、当時13歳であった氏里は、人質として岐阜城に差し出されているぜ。幼少期の氏里は、信長の人質として過ごしていたのね。信長は氏里を一目見たとき、その目つきにただものではない、と感じ、自分の娘婿にする約束をしたという。氏里は岐阜城で元服を済ませ、名前をガモウ中三郎、マスヒデと改めた。中三郎の中は、信長の関都である壇上の中から授かったものとされている。永禄12年、1569年8月には、信長に従って伊勢北畑氏の守る岡和地城を攻撃し、初陣を飾った。現在でも、日野にある新楽園には、氏里が初陣の時に着用した鎧などの一部が伝存しているぜ。氏里は信長の下で、順調に成長しているわね。氏里が初陣を飾った永禄12年、1569年、氏里は信長の娘である宋王院と結婚し、日野へ帰ることが許された。信長の妹はお市の方であり、その娘は淀殿、初、お坊だ。つまり、宋王院と三人の娘は、いとこ同士ということになるぜ。淀殿は豊臣秀吉の妻、お坊は徳川秀忠の妻となった女性よね。加えて、宋王院の弟には秀吉の養子となった秀勝がおり、妹は前田利家の嫡男、利長の妻となっていた。氏里は信長の娘と結婚したことにより、織田信長、豊臣秀吉、徳川家康といった、後に天下を大きく動かすことになる人物とのパイプを持ったことになる。なお、その後の宋王院は氏里の2倍以上長く生き、賀茂家の栄枯盛衰を見守った後、寛永18年、1641年に亡くなっているぜ。元亀元年、1570年になると、氏里は近江をめぐる戦いに駆り出されることとなる。当時の信長は北近江の浅井氏と手を結び、自身に敵対する朝倉義景を攻撃しようとしていた。4月20日、信長は朝倉氏を攻撃するため、軍勢を率いて京都を出発した。氏里と父である片秀は、柴田勝家の与力として、一線の兵を率いて参陣しているぜ。氏里は柴田勝家の与力として、朝倉攻めに参加することになるのね。4月25日、敦賀に入った信長は、柴田勝家らに手筒山城の攻略を命じた。氏里も手筒山城攻めに参陣し、名のある武将を討ち取る功績を挙げた。勢いに乗った織田勢は金ヶ崎城を攻略するなど、越前での戦況を優位に進めていたぜ。このまま行けば、越前攻めは楽に終わりそうね。ところがここで思いもよらぬことが起きる。なんと、信長と同盟していた北近江の浅井長政が、信長を裏切ったのだ。驚いた信長は直ちに撤退を開始。若狭から朽木谷を通り、4月30日に京都へ撤退しているぜ。浅井長政の裏切りによって、越前攻めは中止になってしまったのね。同じ頃、信長に居城を追われ、甲賀に潜伏していた六角氏もお家再興を志し、近江各地で反乱を起こした。信長はこれに対応するため、柴田勝家らを近江に配置するとともに、自身に従う近江武士に対して所領の加増を行った。賀茂片秀、氏里父氏も、信長から約5千石を与えられている。この頃の賀茂氏は柴田勝家の与力として活動し、近江の地で浅井、浅倉、六角氏などと戦闘を行っているぜ。元亀元年、1570年以降の信長は、浅井、浅倉、六角氏などを敵に回していた。さらに、阿波の三好三人衆、摂津の石山本願寺、甲斐の武田信玄も信長と敵対しているぜ。この頃の信長は四方を敵に囲まれ、絶体絶命の状況にあったのね。加えて、室町幕府将軍足利義昭も、信長と敵対する道を選んだ。天正元年、1573年3月26日、義昭と敵対した信長は、義昭を追放する意志を固め、京都に火を放った。恐れをなした義昭は、信長とは和睦しているぜ。
義昭は絶体絶命の信長を見て、信長から離れることにしたのかしら。一旦は信長と和睦した義昭であったが、その後再び信長と敵対し、牧島城に籠城した。義昭が再度離反したことを知った信長は、7月16日に柴田勝家らを率いて牧島城を攻め、義昭を降伏させた。蒲生片秀、宇治里伏もこの戦いに参陣し、功績を挙げた。信長は恩賞として、蒲生片秀に長光の太刀、宇治里に羽織を送っているぜ。宇治里はこの戦いでも功績を挙げたのね。足利義昭を降伏させた信長は、8月10日に浅井長政の子守小谷城を包囲した。12日には浅井氏の援軍に来ていた朝倉氏を打ち破り、そのまま越前へ進攻した。宇治里はこの戦いでも、敵の首を取る手柄を立てたというぜ。宇治里は、信長に従って各地を転戦しながら、着実に功績を挙げているわね。勢いに乗った織田勢は、朝倉義景を自害に追い込み、朝倉氏を滅ぼした。ついで28日には小谷城を落とし、浅井長政も自害に追い込んだ。これにより、信長は近江を平定したぜ。信長は近江を平定した。しかし、まだ一向一揆との戦いが残されていた。中でも信長を苦しめたのは、長島で起きた一向一揆だ。長島で起きた一揆は元亀元年、1570年、本願寺検挙の劇に応じて挙兵して以来、二度にわたって信長から討伐を受けていたが、彼らは屈しなかったぜ。信長にとっての一向一揆は、もしかしたら浅井朝倉よりも怖い存在だったかもしれないわね。天正2年、1574年、信長は長島一向一揆の討伐を決意し、大軍を率いて一揆勢の籠もる拠点を包囲した。蒲生片秀、宇治里伏も、柴田勝家に従ってこれに参陣した。宇治里は長島一向一揆討伐においても、一番乗りで敵中に馳せ参じ、豪の者と組み合って敵を討ち取っているぜ。宇治里はどの戦場においても、勇敢に戦って功績を挙げているわね。この時の信長は、一番乗りを果たした宇治里に対して、首を取るのは死卒のすることだ、と伝えている。この時の宇治里はまだ18歳であり、血気盛んな若武者であったため、信長はこれをたしなめたとされているぜ。天正10年、1582年5月29日、信長は中国征伐に向かうため、安土を立って京都へ向かった。この時、宇治里は日野に在城していたとされ、宇治里の父である片秀は、安土城二の丸の守備を任されていたぜ。今回の宇治里は、信長に従って出陣しなかったのね。京都に着いた信長は、本能寺で過ごしていた。そこに6月2日早朝、明智光秀による急襲を受け、信長は命を落とした。光秀はその後に上城へ向かい、信長の嫡男である信忠も死に追いやっている。信長、信忠の死を知った人々は戦火の波及を恐れ、混乱状態に陥ったというぜ。信長の死によって、各地で混乱が起きていたのね。そんな中、宇治里の父である片秀は、安土城にこもって光秀と戦う決意を固めていた。しかし、家臣の説得によって意見を変え、安土に残っている信長の家族たちを日野へ迎え、保護することとした。片秀の知らせを受けた宇治里は、直ちに馬を連れて片秀一行を迎えに行き、6月3日に彼らを日野へ引き取っているぜ。宇治里たちは信長の死後、信長の家族たちを日野で保護したのね。信長の家族を保護した宇治里らは日野城にこもり、光秀と敵対するとともに、織田信勝へ援軍を要請した。6月8日、信勝の援軍を得た宇治里は日野を出陣し、近江石原に着陣したとされている。一方で光秀は、細川藤隆、忠興伏し、筒井純慶らを味方にすることができず、次第に孤立していったぜ。宇治里たちが日野にこもっている間、状況は光秀にとって不利になっているわね。その頃、備中高松城を攻めていた秀吉は本能寺の変を聞き、光秀を撃つことを決意した。秀吉は直ちに毛利と和睦し、急いで東へ向かった。そして6月13日、秀吉は光秀と山崎で戦い、光秀は敗北したぜ。秀吉は、信長の仇討ちに成功したのね。信長の仇を討った秀吉は、宇治里らを伴って京都に入った。京都に入った秀吉は宇治里の手を取り、今度の籠城のことは承知していた。信長公の婿であれば、事と次第ではどうにもならぬことなのに、よくぞ孔明されたと、宇治里の忠誠を称えているぜ。宇治里たちが本能寺の変の直後、信長の家族を保護したことは無駄ではなかったのね。天正10年、1582年6月2日、信長は本能寺で明智光秀に撃たれてしまう。信長の死後、織田家の内部では、羽柴秀吉と柴田勝家の対立が深刻化した。この時の宇治里は、秀吉と勝家のどちらにつくか、選択を迫られていたぜ。これまでの宇治里は、信長に従って地位を高めてきたわよね。信長の死後、宇治里はどのように動くのかしら。信長存命時の宇治里は、柴田勝家の与力として活動していた。柴
しかし、秀吉と勝家が対立すると、氏里は妹を秀吉に差し出し、秀吉に味方することとなる。秀吉に味方することを決めた氏里は、伊勢の国で滝川一益と戦い、峰城を攻撃するなどしているぜ。信長死後の氏里は、秀吉に味方することに決めたのね。一方で、秀吉と勝家は天正11年、1583年4月20日、近江の国賤ヶ岳で衝突し、勝家が敗北した。秀吉と勝家が賤ヶ岳で戦っている際も、氏里は伊勢の国で戦いを継続していた。戦後の氏里は伊勢の国における戦いを評価され、亀山城と八千石を与えられている。とは言っても、氏里は亀山城に入らず、叔父である関守信が入っているぜ。天正12年、1584年、氏里は新たな戦いに参陣することとなる。ことの発端は、信長の次男である織田信勝が徳川家康と手を結び、秀吉と敵対したことにある。信長死後の信勝は、秀吉の風下に立つこととなった自身の立場に、強い危機感を持っていたとされているぜ。信勝は、秀吉に対する危機感を強く持っていたから、秀吉と敵対したということね。秀吉と敵対した信勝は、秀吉に内通した家臣を誅殺した後、味方を集めて伊勢の国で放棄した。対する秀吉は、蒲生氏里らに1万の兵を預け、信勝討伐に向けて出陣させた。3月になると、氏里は浅野長政らと共に北伊勢の峰城を攻撃し、落城させているぜ。今回の氏里は、伊勢にいる反秀吉勢力と戦っていくことになるのかしら。峰城を攻略した氏里らは、続いて松ヶ島城の攻略に取り掛かっている。その後、氏里は秀吉の命により、松ヶ島城攻めの途中で尾張へ向かった。尾張では秀吉と、織田信勝、徳川家康が対峙していたぜ。氏里は、尾張で行われる戦いに参陣するため、伊勢から尾張へ移動したということね。尾張で行われた戦いは、4月9日、秀吉方の武将である池田恒興、森長吉らが戦死するなど、戦況は秀吉にとって不利な状況だった。その後、尾張での戦況は膠着状態に陥るも、秀吉はこの間に信勝、家康間の分断を図り、信勝に攻撃の的を絞った。そのため秀吉は、5月1日に撤退を開始した。この時の氏里は、細川忠興らと共にしんがりを務めているぜ。伊勢から尾張にやってきた氏里も、今のところ大きな活躍ができずにいるわね。撤退の最中、秀吉は5月3日、尾張の国加賀の江城を攻撃した。氏里も先手として、絡めてから攻撃を仕掛けている。氏里はこの戦いで槍が曲がり、絵がちで染まるまで奮戦し、蒲生勢は100人余りを討ち取ったとされているぜ。終わりに来た氏里は、ようやく大きな手柄を挙げることができたのね。秀吉はその後も、信勝の領地である伊勢、終わりにある諸城を攻略し、信勝を圧迫した。同時に秀吉は、信勝の領地である伊勢の国攻略で功績を挙げた諸将に対して、領地の分配を行った。氏里も、南伊勢の大部分にあたる12万石を与えられているぜ。氏里は、伊勢の国攻略における功績を評価され、秀吉から南伊勢を与えられたのね。秀吉から南伊勢を与えられた氏里は、松ヶ島城へ入城した。しかし、南伊勢には秀吉と敵対する勢力が未だ健在であった。そのため氏里は、敵対勢力を討伐し、所領を安定させる責任を負わされていたぜ。氏里は、秀吉から与えられた南伊勢を、自力で平定しなくてはならないということね。氏里に敵対する勢力の中でも、特に頑強に抵抗したのは、壁城にこもる小作り氏だ。氏里は織田信兼らと協力し、壁城を包囲することで圧力を加えた。これに対して、織田信勝と徳川家康は7月5日に伊勢入り、小作り氏を支援する動きを見せていたぜ。終わりに続いて伊勢の国でも、秀吉と家康による決戦が起こる予感がするわね。しかし、伊勢に入った徳川家康らは、秀吉に背後を突かれる危険性を抱えていた。そのため、家康は伊勢から撤退し、13日に清洲城へ戻った。家康の撤退により、小作り氏は孤立無援となってしまう。しかし、小作り氏はその後も抵抗を続けているぜ。氏里と小作り氏の戦いは、もうしばらく続きそうね。抵抗を続けていた小作り氏と氏里は、9月15日に菅瀬で衝突した。この時の氏里は、自分の兜に3発の銃弾が命中する中、敵兵を討ち取る奮戦を見せたとされている。氏里の奮戦に勢いづいた蒲生勢は小作り氏を圧倒し、多くの兵を討ち取っているぜ。氏里は小作り氏を打ち破ったのね。その後も氏里は、秀吉の命令により伊勢の国平定を続け、織田信勝に対する圧迫を続けていた。圧迫に耐えきれなくなった信勝は11月15日、人質の提出などを条件に秀吉と講和を結んだ。講和が成立したことにより、小作り氏も壁城を明け渡し、終わりへ去っていった。この時の氏里は、小作り氏求心の一部を召し抱えているぜ。秀吉と信勝が講和したことにより、氏里と小作り氏の戦いも終結したということね。
織田信勝と徳川家康が手を結び、秀吉と敵対していた際、紀伊の国にいる雑賀衆や、越中の国にいる薩摩成政も、秀吉と敵対していた。そのため、信勝を降伏させた秀吉は天正13年、1585年3月に雑賀衆討伐を決意した。氏郷も秀吉に従い、田中城を攻撃している。8月になると、秀吉は薩摩成政を討伐するため越中に出陣した。もちろん、氏郷はここにも参陣しているぜ。伊勢の次は紀伊、そして越中と、秀吉の命令とはいえ、氏郷も大変ね。そんな中、氏郷は大阪でキリスト教の洗礼を受け、洗礼名をレオンと名乗り、キリシタン大名となった。キリシタンとなった氏郷は、自らの家臣や領民、黒田義高ら秀吉の家臣たちに改宗を進めた。しかし、後に秀吉はバテレン追放令を発令し、キリスト教を禁止した。キリスト教を禁止された後も、氏郷は表面的には帰郷したふりをして、後に会津へ転封された後は、広く領民に改宗を進めているぜ。氏郷のキリスト教に対する思いは、かなり大きいものであったのね。そして、氏郷は天正13年、1585年頃、名前を増秀から氏郷へ改めている。氏郷が改名した理由としては、秀吉の天下が近づく中、秀の字を使用することや、秀の字が下に来ることを遠慮したためといった説がある。加えて氏郷は、秀吉から羽柴の氏と、豊臣の姓を与えられているぜ。天正15年、1587年、島津氏への攻撃を決意した秀吉は、中国、四国の諸大名を中心に出陣を命じた。氏郷も秀吉に従い、九州へ出陣しているぜ。氏郷の次の戦いは、九州が舞台になるというわけね。九州に到着した秀吉は、弟の秀長に豊後から日向へ進軍するように命じ、自らは秋月氏を攻撃するため南下を開始した。4月1日、氏郷は前田利家、羽柴秀勝らと共に、秋月氏の守る岩石城を攻撃し、秀吉から感情を与えられた。氏郷らの活躍もあり、秀吉は秋月氏を降伏させた後に南進を続けた。その後の氏郷は、筑後久留米城の守備を任されているぜ。秀吉による島津攻めは、順調に進んでいるわね。5月3日、島津氏は東西から南下する秀吉軍に追い詰められ、ついに降伏した。秀吉は戦後処理を終えた後、7月14日に大阪へ帰還しているぜ。伊勢における氏郷の拠点は、松ヶ島城と呼ばれる海城だ。しかし、この城はあくまでも軍事中心の城であった。そのため氏郷は、天正13年、1585年から松坂城の築城を開始し、天正16年、1588年に移転した。松坂城の築城には、神社の境内で木材を伐採したり、寺を解体して建築資材として流用するなど、容赦のない挑発が行われた。加えて、築城そのものも急ピッチで進められた。そのため、不審を命じされた村々では、負担の重さから逃亡する者もいたと伝わっているぜ。氏郷は、松坂城という新しい拠点を築いたのね。氏郷は城下町に伊勢街道を引き込み、平尾や大港から商人を招き、商業の発展を促した。同じ頃氏郷は、方広寺大仏殿の石組工事や、淀城の築城にも関与している。これらの不審は賀茂家の財政を圧迫し、家臣や領民を疲弊させたというぜ。そんな中、天正16年、1588年4月14日に聚楽大行幸が行われ、徳川家康、豊臣秀次、宇喜多秀家らが従った。この行列は、先頭が聚楽大に到着した時点で、秀吉はまだ代理を出ていないというほど大規模なものであった。氏郷も行列に従い、昇進の下、左近衛少将に叙任されている。これにより、後の氏郷は松坂少将と呼ばれるようになった。天正18年、1590年、秀吉による小田原北条攻めが開始された。氏郷も秀吉に従い、2月7日に松坂を出陣した。氏郷は出陣に際し、形見として自身の肖像画を描かせるなど、相当な決意を持って臨んでいる。小田原攻めに参陣した氏郷は、北条氏則の守る韮山城を攻撃した。韮山城は3ヶ月間にわたる籠城戦の末、6月24日に降伏した。その後の氏郷は、秀吉に従って小田原城の包囲を担当しているぜ。秀吉による北条攻めは、順調に進んでいるわね。小田原城を包囲した秀吉は持久戦の構えを取りつつ、各地にある北条型の城へ攻撃を行った。戦況の悪化を悟った北条氏は、7月9日に城を明け渡し、秀吉に降伏しているぜ。北条氏は秀吉に降伏したのね。北条氏の降伏に伴い、北条氏に仕えていた家臣団も解散となった。解散となった家臣団の中には、柴田勝家に仕えていた佐久間兄弟の姿もあったという。氏郷は秀吉の許しを得て、彼らを召し抱えているぜ。北条氏を降伏させた秀吉は、7月13日に小田原城へ入城し、17日に会津へ向けて進軍を開始した。秀吉は26日に宇都宮へ入り、奥州市沖に着手した。氏郷は先陣として会津黒川城に入り、剣士や刀狩りを進めていたぜ。
近江、伊勢、九州、関東、そして東北。近江から始まった宇治里の旅も、思えば遠くへ来たものね。秀吉による奥州仕置きにより、小田原に参陣しなかった奥羽諸将の所領は没収となった。秀吉は没収した所領のうち、木村義清に火災、大崎領を与え、宇治里に伊達政宗から没収した会津領を与えているぜ。秀吉による奥州仕置きにより、奥州における所領の再分配が行われたのね。秀吉は、会津が奥州支配における要であると考えていた。そのため、会津に入る人物は伊達政宗ら東北の諸将と渡り合い、彼らを制することのできる器量を求められていた。会津に入る人物の候補には、宇治里の他にも細川忠興、堀秀治らがいたとされている。最終的に、宇治里が会津へ入っているぜ。宇治里は、伊勢から会津へと転封されることになったのね。宇治里は秀吉から、会津42万石を与えられた。とはいえ、会津に入った宇治里は関の温まる間もなく旧火災大崎領に出陣した後、8月に黒川城に帰還した。天正18年、1590年から、奥州では剣刀や刀狩りが行われた。しかし、奥州では豊臣政権の進める剣刀や刀狩りに反発し、火災大崎一揆、久野島定の乱などが発生している。特に、木村氏の所領で発生した火災大崎一揆は、奥羽で発生した反乱の中でも最大規模のものであったぜ。奥州では、豊臣政権に対する反発が起こっていたのね。10月16日、大崎氏の急進を中心とした一揆勢は、岩手沢城や古川城を襲い、陥落させた。対する木村義清は、佐沼城に籠城して一揆勢に対抗した。しかし、佐沼城も一揆勢に包囲され、義清は追い詰められてしまったぜ。義清は一揆勢に追い詰められてしまったのね。10月下旬、一揆の発生を知った宇治里は秀吉に報告し、徳川家康や伊達政宗に加勢を依頼した。宇治里自身も、一揆勢に包囲された木村伏を救援するため、11月1日に出陣した。会津へ移されたばかりで、血のりのない宇治里にとって、火災大崎一揆の鎮圧は苦戦が予測されていたぜ。これまで多くの戦場で手柄を立ててきた宇治里も、今回は苦戦するかもしれないわね。宇治里は敵対勢力圏の中、慣れない厳冬下での野営を強いられた。そんな中、宇治里は11月14日に政宗と対面して軍議を開き、16日に大崎表へ出陣することで合意しているぜ。宇治里は政宗と協力して、一揆勢を攻撃するということね。ところが、15日の夜、政宗の家臣である須田宝器が宇治里の元に出奔し、政宗が一揆勢に通じていると報告した。報告を受けた宇治里は計画を変更し、大崎氏の宮城である明城に籠城した。明城に籠城した宇治里は、政宗が一揆勢に通じていることを、秀吉に報告しているぜ。政宗が一揆勢と通じている。これが本当の話だったら、宇治里は容易に動けないわね。そんな中、政宗は11月24日、佐沼城に籠城していた木村義清を救出した。これにより、宇治里は政宗に対する疑いを解いた。11月28日、宇治里は政宗と起請文を交わした。その上で、宇治里は秀吉に対しても、政宗に逆進はない旨を報告した。しかし、宇治里はその後も明城で籠城を続け、政宗に対する警戒を怠らなかったぜ。起請文を取り交わしたとはいえ、宇治里は政宗を信用していなかったのね。その後、宇治里と政宗は、浅野長政の仲介により、政宗から宇治里に人質を提出することで和解した。一方で、宇治里からの報告を受け取った秀吉は、1回目と2回目の報告内容が矛盾していることを見て、酒に酔っているようだと評した。その上で秀吉は、春になったら詳細を調べ、政宗に不都合があれば罰を与えると伝えているぜ。秀吉は、一揆勢に通じた疑惑のある政宗を取り調べるつもりでいたのね。宇治里と政宗は天正19年、1591年1月に上洛した。秀吉は政宗の取り調べを行った後、これを許している。その後、政宗は5月に米沢へ帰還し、6月に火災大崎一揆を鎮圧するため出陣し、7月4日に一揆勢を降伏させた。木村氏は、一揆発生の責任を問われて改易となった。一揆勢を降伏させた政宗は、秀吉から木村氏の領地を与えられているぜ。火災大崎一揆を鎮圧した政宗は、秀吉から木村氏の給料を与えられたのね。政宗は秀吉から、火災大崎30万石を与えられた。一方で、政宗の所領のうち44万石は没収され、宇治里に与えられた。政宗は一揆鎮圧の功績を挙げた。しかし、一揆勢に通じた疑惑の代償により大減俸となり、大きなダメージを負ってしまったぜ。火災大崎一揆の発生と間髪を置かず、天正19年、1591年、久野島定が反乱を起こした。乱に対処するため、6月に豊臣秀次、徳川家康らが東北に入った。宇治里もこれに従い、久野瀬方の書状を陥落させているぜ。宇治里は、火災大崎一揆に引き続き、久野島定の乱鎮圧にも駆り出されることになったのね。宇治里らの活躍により、豊臣軍は9月2日に久野瀬城を包囲した。
反乱を起こした久野島定の兵は約5000。対する豊臣軍は、総勢3万とも言われる大軍であった。そのため、正真は差したる抵抗もできず、9月4日に降伏した。その後、正真とその一族は処刑されているぜ。宇治里たちは、久野島定の乱を鎮圧することに成功したのね。乱を鎮圧した豊臣軍は、9月15日から各自撤退を開始した。この時、宇治里は撤退に先立ち、南部氏との関係を強化するため、南部信長と起請文を交わして親交を結んだ。加えて、宇治里の養女と、信長の嫡男である利直の婚姻を成立させているぜ。宇治里は久野島定の乱に際し、南部氏と親交を結んだのね。宇治里は南部氏との親交を結んだ後、10月に会津へ帰還した。宇治里は一気鎮圧の恩賞として、政宗の給料を加増され、73万石の大大名となった。文禄3年、1594年の石高で見れば、蒲生宇治里の領土は92万石。奥全体の 46% を占めていたぜ。秀吉による全国統一が完了した天正18年、1590年以降、諸大名は京都聚楽台の周辺に屋敷を与えられた。宇治里も、聚楽台の東側に屋敷を与えられているぜ。これまでの宇治里は、戦に明け暮れる日々であったから、ようやくゆっくりできるわね。確かに、秀吉による天下統一は完了した。しかし、今後の諸大名は秀吉から出される命令に対して、迅速かつ良好な対応が求められた。そのため、彼らは有力家臣を京都に配置し、秀吉の直臣である石田三成らとつながりを持ち、情報収集に努めている。会津に領地を持つ宇治里も、会津より京都にいる時間の方が長かったというぜ。文禄元年、1592年、宇治里は朝鮮出兵に参陣するため、肥前名古屋城へ向かった。とはいえ、宇治里は朝鮮に出陣することはなく、名古屋城で年を越した。同年には秀吉の指示により、宇治里の娘と、前田利家の次男である利政の婚姻を行った後、11月に会津へ帰還した。その後、宇治里は文禄3年、1594年に再び上洛し、秀吉や諸大名、公家衆を自分の屋敷に招き、宴を催しているぜ。秀吉による天下統一がなされた後も、宇治里に心休まる時間は訪れなかったのね。多忙な日々がたたったのか、宇治里の体は病に侵されてしまう。宇治里は肥前名古屋城に在陣していた頃から、下血を伴う重病に侵されていた。文禄3年、1594年の秋になると、宇治里は痩せこけ、顔色も悪くなり、目の元にはむくみが目立っていた。秀吉を迎えた頃の宇治里は、むくみがさらにひどくなっていたというぜ。話を聞いていると、宇治里の病はかなり重いように感じるわね。文禄3年、1594年12月1日、秀吉は真瀬道三ら東大吉っての名医たちに対して、宇治里の診察を命じた。道三らの見立ては、10のうち9は大事である。1の希望は若さと食欲のみ。万が一食欲が落ちたら、非常に危険である、というものであった。その後、名医たちによる看病の甲斐なく、宇治里は文禄4年、1595年2月7日に亡くなった。享年40歳であったぜ。宇治里の生涯は信長、秀吉に従い、戦に明け暮れる日々であったわね。宇治里が残した辞世の句は、限りあらば、不可ねど花は散るものを、心短き、春の山風、だ。花の命には限りがあるのだから、風が吹かなくても花は散るというのに、気の短い春の山嵐である。宇治里自身が、自身の命に対する無念さを感じていたと思われる句となっている。宇治里の遺骨は京都にある大徳寺に葬られ、遺髪は会津にある高徳寺に埋葬されているぜ。といったところで今回は終わりにするぜ。近江で生まれた宇治里は、信長の人質として幼少期を過ごしていた。元服後は信長の娘を妻に迎え、柴田勝家の与力として各地を転戦した。信長の死後は秀吉に従い、日本全国を転戦して手柄を立て、会津を治める大大名にまで出世した。その後、戦や領国経営による多忙からか病にかかり、40歳の若さで亡くなった、という感じね。そしてこちらが2023年10月現在、信長の野望最新作、新生における蒲生宇治里の能力値だ。宇治里は、幾多の戦場で手柄を立てただけではなく、伊勢や会津で領国の経営にも携わっている。そう考えると、すべての能力値を高く設定するというのも、納得のできる話ね。視聴者の皆様はどう思ったかな？ぜひともコメントにて教えてほしいぜ。この動画が面白いと思った方は、高評価、チャンネル登録をお願いします。それではこれにてごめん。また会う日まで。